はい、皆さんこんにちは、スモカシと申します。今回は MPU のピアストラ、こちらの財布をご紹介いたします。この動画ではこの財布の革質や収納力をこちら同じく MPU のストラッチョと比較しながらご説明いたします。それではまずは外観をどうぞご覧ください。皆さんはこちらのこの財布のピアストラという名前の意味をご存知でしょうか。実はこのピアストラはイタリア語で板、プレートを意味するようで、パンツの後ろポケットに入れても違和感のないような薄さに特化した財布となっております。デザインは至ってシンプルで、 MPU らしい金属を使わない革のみで作られたアイテムとなっております。こちら使われております革はミネルバリス仕様と呼ばれるものです。こちらの革はイタリア製のタンニンなめしで作られた革となっておりまして、イタリアらしい発色の良さが売りとなっております。色の方はこちらオルテンシアと呼ばれるもので、日本ではなかなか見ないエメラルドグリーンといいますか、青と緑が混じり合ったような美しい色合いをしております。深みのある味わい深いカラーですので、このカラー非常に気に入っております。他にもピアストラには珍しく、そして美しい発色のカラーが揃っておりますので、気になる方は概要欄の方のリンクから後ほどご覧ください。そしてサイズ感はこのようになっております。ストラッチョと比較してみますとこんな感じです。そしてこのサイズ感でだいたいお札が10枚、コインが15枚、カードを5枚ほど収納することができます。収納力に関してはストラッチョとほぼ同じという感じです。ではこれから簡単に使用方法をご説明いたします。中を開きますとこのようになっておりまして、こちらにお札入れ、上の隙間にレシートや領収書を入れるスペース、そして小銭入れ、内側と外側にカードケースが1つずつついております。では実際にこれから中身を入れて使い方をご説明いたします。まずお札入れの方ですが、お札はこちらに収納することになります。このようにずらして1枚ずつ数えることができます。そしてちょうどお札の真ん中で折りたたむ作りになっておりますので、ストラッチョの時のようにお札に変な折り目がつきませんので、お札入れに関しては普通の折りたたみ財布と変わらないくらいの使い勝手の良さだと感じました。そしてこのお札入れの上のスペース、この上にレシートや領収書を挟むことができます。家計簿をつけてあったり、仕事でよく領収書を切る方にはこのスペースすごくありがたいのではないかと思います。ただいまいちな点を挙げますと、紙幣を入れすぎますと机の上に置いた際などに蓋がめくれてしまい、あまりスマートではないなという感じです。長くお尻のポケットを使っていますと、もしかしたら蓋がいい感じに潰れてこうなってしまうのを防ぐことができるかもしれません。次は小銭入れです。見ていただくと分かりますように、おそらくコインが落ちないようにだとは思いますが、非常に高い部分から生地が糸で縫い付けられています。そのため小銭ケースを大きく開くことができませんので、正直コインの出し入れは慣れるまで大変だったなという感じです。
まあ、ちゃんと蓋もついていますので、マストラッチョのように不意にコインを落としてしまうという心配はないのですが、まあ、その分出し入れが少ししにくいなといった感じです。私の場合小銭はあまり持ち歩きませんので、この部分に鍵を入れて使っておりました。あまり現金を入れないキーケース兼カードケースといった感じのスタイルだとかなり使いやすいのではないかと思います。では最後にカードケースです。だいたい内側と外側に2枚ずつ入れるのがベストかなといった感じです。それで肝心の使い勝手の方なんですけども、まあ、正直そこまで使いやすくはないなといった感じです。アストラチョの時と同じで、一旦全部カードを出してから支払いをしないといけませんので、まあ、複数のカードを使い分けている方にはあまり向かないのではないかと思います。ではここでストラチョと値段を見比べていきたいと思います。まあ、比較しますとこんな感じになっております。やはり最後に一番気になるのはお値段だと思います。実際他のブランドと比べますと MP は面白いデザイン、そしていい革を使ってあるにもかかわらずお値段がお手頃なのが非常に大きな魅力だと思います。まあ、特にストラチョの方は1万円を切る値段で購入することができますので人気が高く、私の周りでもストラチョユーザーの方結構いらっしゃいます。まあ、比べましてこちらのピアストラの方はあまり使ってある方は見たことがありませんので、人と被らない薄い財布を探しの方にはいい商品ではないかと感じます。まあ、ただ注意点としまして、まあ、こちらのピアストラはカラーバリエーションが豊富で珍しい色のものが多いですので、インターネットなどで購入してしまいますと思っていたものと色が違ったということになりかねません。ですからもし近くに取り扱い店舗がある方は実際に色味を見て、どういうふうに経年変化していくのか店員さんなどに聞いてみて購入することをお勧めいたします。まあ、それを納得した上で安く買いたいという方は概要欄の方に安く買える、まあ、楽天の購入先のリンクを貼っておきますので、よろしければ後ほどチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。他にもこういう MPU の動画、コンパクト財布の動画出しておりますので、比較などに使っていただければと思います。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。